うまっ。髪の毛外しちゃったんだよね、もう。なんかややこしいやつやってたからさ、そう、10時までできるの昨日からしてみます。ちょっと夜ご飯できるまでやってみたりします。でもできたな、ちょっと夜ご飯できたら終わろうかな。なんか今日あの研究生時代の研究生のマネージャーさん、今6期の研究生のマネージャーもして7期の研究生のマネージャーをしてた方、そう、私のなんか前のマネージャーさんではあるんだけど、そうの方が、まあ、お誕生日おめでとう、ここはお誕生日おめでとうみたいなこと言われて、そう LINE でも言ってくれて、今日会ったんですよ、公演中に会ってそう見てたらしくて、公演で会っておめでとうとか言って、なんか今日その方マネージャーさんがめっちゃお菓子を持ってたんですね。なんかめっちゃお菓子持ってて、なんかおにぎりとか貸して、多分なんかロケットのマネージャーをしてたのかな、今日は どっかの、わかんないけど、だからめっちゃもう水とかもたくさんあったし、おにぎりとかたくさんあったし、そうそう。でもなんか、あ、おめでとうみたいな、昨日だけどおめでとうって言われて、え、ありがとうございますって、なんかないですかって、プレゼントないですかってプレゼントなんかないですかって言ったら、おにぎり2つあって、このどっちかいるって言われたけど、あ、ちょっとどっちとも好きじゃないですって、ちょっとどっちとも嫌です、嫌とは言ってない、どっちともあれですみたいな言ったら、言っても着替えなきゃいけないから、楽屋戻ったら楽屋に来て、あ、女の方ね、これは女の方だからね、男の方じゃない、なんか女の方だから、その着替えてる時に、じゃあココハはこれとこれあげるって言って、おっとっとと、あとね、なんかキャラメルのさ、お菓子わかる、をもらいました。なんでこんな子供が好きそうなお菓子をさ、こんな持ってるんだろうね。もらいました、誕生日おめでとうって。帰ってくるもんなんですよ、あの欲しいですって言ったら、欲しいねって言ったら帰ってくるもんだからね。そう、おにぎりは嫌ですって言っちゃったから、お菓子もらいました。あ、懐かしい、イカですね、これ、イカ、懐かしい。なんかさ、おっとっとってこんなんだよねって感じ。これトカゲ、うん、なんかサメみたいなやつ。これマグロ、マグロ、これ何だろう、これはわかりますか、これはフグです。これはカニかな、カニだ。じゃあ、お、これは何でしょう。うん、なるほど。ちょっと分かりにくいかも。こうか、こうだ、こう。こっちか、こっちだ。これ何でしょう。こう見たら分かる。なんか、こういうこと、これが下から見たらこうやって感じ、上から見たら、そう、亀です。正解。じゃあ、あ、これ簡単、これ多分あれでしょ、あー違った、これはこうだ、こうだ、クラゲかと思った、こうらしい、こう、なんかマジこの三脚さ、
不安定すぎて怖い。かわいそう。で、今日買ったリンゴちゃん。なんか夜ご飯できてたんだって。まあまあこのお菓子を食べて。なんか、風船でお母さんがやってくれたのね、昨日。だからなんかせっかく作ったから使ってほしいみたいな言われて、そうちょっと飾ってみます。でもここベッドの上だからさ、なんか買った時の参考画像があって、待って、音とか久しぶりに食べた。一緒に寝るね、今日さ昼とか全然雨降ってなかったのにさ、公園終わったら帰ろうってしたらさ、めっちゃさあれだったね、雨降ってた。雨予報出てたの？やっぱメイクしてるときにさ配信ってする方がなんかテンション上がる。明日雨なんだ。タンプでもらってない。もらってないってことはさ、買ってもらえるってこと。なんか買ってもらったっけな。でも買ってもらってない。あ、違う、分かった分かった。あの買ってもらう、サンプレはドレッサーと、あのドレッサーと鏡と女優ミラーと椅子買ってもらえます。でもらいます。それおじいちゃんおばあちゃんとママだか、鏡と、そう高いの紙があってね、あのお高いの、やばい普通にね高いんだけど、フランフランなんだけど、お高いよ、マジお高い。机だけで5万5千円、お高いです、とても。でも机が絶対なのね、私的には。机が絶対に欲しくて、フランフラン調べてみて、めっちゃ可愛いから。机が5万5千円です。で鏡が3万5千円です。で、鏡が3万5千円で、使い子5万5千円で、椅子が3万6800円。でもまあ椅子とか鏡は別にハランフランじゃなくてもいけるかな、いか。なんかでもそうなんかフランフラン違う、なんかやっぱ高いのは、まあ、ブランド料とかもあるけど、なんかフランフランはとか、その女優ミラーとかさ、いつ壊れるか分かんないじゃん。そういう時の保証みたいなのがついてくるらしくて、やっぱ安いやつと安くないやつってその保証がついてくるとかもあるし、まあチャッチく見えないね。安いのはチャッチく見えるから、
そうやばいね、やばい。でも別に机が絶対だからまあなんかでもフランフランの部屋って思うとめっちゃテンション上がるからフランフランがで全部添えたいけど、でもこれめっちゃ高いじゃん。5万5千と3万5千これだけで9万13万13万だ。ニトリにね、まあそうずっと使うからね結局。ダメなの、ダメダメ。フランフランで、フランフランめっちゃ大好き私。なんかフランフランの女になりたいと思う。猫ちゃんはあっちで、あのお母さんのご飯を邪魔してました。なんかめっちゃ抱きしめてたからめっちゃニャーニャーって、もうねニャーニャーって言ってて、お母さん小太郎嫌がってるでしょみたいな、小太郎嫌がってるでしょってやめてあげなさいみたいな言われたけど、ずっとこうやって抱きしめてたの、なんか可愛かったからニャーニャーって言ったら、なんかわかんないけど鼻水つけられた気がするのよね鼻水つけられた気がする、鼻水っていうかなんかペロペロされたのかな、なんかめっちゃ濡れてた私の腕が。違う違う、あのねこれには訳があるの。まずこの13万も買ってもらうの、藤子ちゃんお母さんたちにみたいな。これはまずいろいろねあるんですよ。まず中学校卒業祝い、高校入学祝い、昇格祝い、お誕生日プレゼント祝い。ほらもうビッグイベントだからこの5つとも全部は、だから買ってもらおうって。でおばあちゃんにも出してもらえれば、それでは高いね。ちょっとやめようかな。椅子とかは別に、でっか別に椅子は別にフラフラにこだわらなくても、フラフラっぽいもどきを買えばいい。机は絶対欲しくて、まあ私の給料からもが出していいんで、別に私にも出すんで買ってくださいということで。まつげ綺麗ね私今日、ちなみにめっちゃ綺麗まつげ。私も出すから、私も出すから買って欲しいなって思いました。え、 AKB20 期生募集なの本当に早っ。いつ情報、どこ AKB20 期生、やばやば。え、本当に今さ、リンカと私とグッチの3人のグループラインがあってさ、それでさ、リンカが20期を募集だってみたいな。え、ちょっと詳しく聞かせて。 AKB48 20期、今さっきどういう公演なんかあったの、今日急にどこで発表されたの。え、20期生やばい。今さっきこの前さ19期生の子たちがさお披露目されたばっかなのにね。NKB さん普通に X で、19期あ20期やばいね、やばい歴史。なんかさ AKB さん、まあさすらさ一番初代本店なわけだけどさ、やばいね。なんかね、毎年毎年オーディションしてるね。まあさ人数少なくなっちゃったのかな、やっぱりね。19期入ったばっかりね。まあ結構人がさ結構卒業されちゃったじゃないですか、やっぱどこのグループも
ね、だから新しい子たちはどんどん来ないと。48じゃないもんね、あんまり。やばいね。藤岡ちゃん、篠田さんとか伊藤さん、なんかそれは知ってるけど、なんかそれは知ってるけど、なんかリハ V 見た時とかに、そのそれこそ目撃者はあの 小島さんとか、結構その神セブン時代の方とかものが元々の公演じゃないですか。パジャドラとかも、パジャドラのまあなんかさ、 AKB さんのリハ V を見た時に、AKB さんのリハ V を見るってなった時に、え、いるかなって、え、いるかなって思って見たことある。でも分かんなかった、あんまり。多分絶対違うだろうなって感じだった、見たけど。そう。でもなんかそのレッスン V? 振り V? 振り V 見たら、見た時に、え、これあの方じゃない?みたいなのはある、結構。え、この人あの方じゃないかなみたいな、うん、っていうのは結構あるかも。目撃者衣装 HKT、 そうなの、あの衣装さんが全部作ってくださって、そうそう、めっちゃ可愛くない、今の HKT の衣装。今の AKB HKT に少ない。まあ HKT もね、ついこの間16人入ったばっかだからね、まだ多い、結構。鼻水やばい、やば、21期、7期だよこっち。てかさ、てかさ、あのファン一同って書いてたからさ、見せるけどさ、見て、お花もらった、かわいい、かわいいお花ちゃん。なんかそう、ファン一同、なんか昇格おめでとうの花かな、かわいいかな、めっちゃかわいい、こういうタイプ、こういう感じ、めっちゃかわいい、このお花ありがとうね、本当に。誰ですかね、これを選んでくれた方、どなたですかね。おー、マジで天才、可愛すぎる、めっちゃセンスいいわ、ありがとうございます。可愛いよこれ、昇格おめでとう、チームメイチ昇格おめでとうできてて、そう、私から白と紫、早速白と紫です、ありがとうございます、マジ可愛い、めっちゃお部屋に飾る。可愛いでしょ、この花。紫と白。ラプンツェルみたい。ガラス、めっちゃほら、パーンって。割ったら、あれ、落としたら割れる。ね、かわいいよね。なんかさ、なんか、まあ、たまに、めっちゃたまに考えるのね、自分っていつまでやめるんだろう、あ、いつやめるんだろうって。なんか何歳ぐらいにまで言ってて、将来は何をしてるのかなって。そう。何歳ぐらいまで HKT にいて、何歳就職とか普通にしてんのかなって、その芸能界引退して、それとも芸能界したまんまなのか。そうっていうことを考えるのね、最近ちょっと。今はまあ全然考えてないけど、それはまだ16歳だしね。そう、なんかいろいろ、そう、自分でいつ HKT を辞めて大学とか行くのかなって、そうして、将来的には就職をしてるのかなとか、芸能界引退してるのか、それとも引退せずになんか YouTube でもやってるのかみたいな、そうそうみたいな考
考えて、なんて言おうとしたんだろう。そう考えてたのね、自分的に。なんかそう、なんかいつまでいるのかな私って、じゃあとか、メンバーのその同期でもしこの子が辞めたら私どんな反応なんだろうみたいな。そう、同期に、同期の卒業発表に立ち向かった時ってどんな感じなんだろうみたいな、やっぱ泣いちゃうのかなとか思って、そう、そういうのを最近考えるんだけど、なんかそうそうってなった時に、いやめっちゃになった時に、あのでも自分って絶対そう、自分ってなんかそう、なんだかんだやめずになんかいつか言っていいそうだなんて待ってね。もうさ、最近マジ風邪なんだよね。鼻もやばい、声もやばいんだよね、だから。なんか、風邪。熱とか全然ないけど、鼻水と喉がやられてます。ただいま。でも全然そんな害はないから私に。なんか お母さんの会社、なんか今はなんか多いらしい風邪の人が。まあ、季節の変わり目ですね。急にさクーラーとかつけ出してさ、そうね、ちゃんと学園だお話する機会なのかなって。なんかもう毎日かのようにレッスンをしてて、ななきちゃんが、毎日のようになんかレッスンをしててね、会うので、今日もなんかお仕事があったのかな、レッスンではなさそうなんだけど、あか自主練に来てたのかな、そうあって、で私とリンカはそこのレッスン室に用があったから行ったの、一瞬ね、一瞬
そうさあ、で、なんかで、リンカがその七家の子たちになんか、頑張ってねみたいな、頑張ってくださいみたいな言ったら、ありがとうございますってなんか、みんなが口揃えてありがとうございますって言ってきて部活やんってめっちゃ部活みたいな子たち、面白い。楽屋も立ち去るだけに、そう、楽屋立ち去る時になんかお疲れ様でしたって言うね、普通は。そう、失礼しましたってそう、失礼しましたって言って怖いかった。なんかロッキーの時はどんな感じ、ありがとうございますみたいな、多分ナンキの子たちはなんかフレンドリーというか、コミュ力高い子が多いのかな、からうん、部活してたことないから分からないけど、こんな感じなんだろうなってことは分かった。ユッキーおとなしい子多めです。体育会系めっちゃ部活かと思った、部活かと思ったかわいい。やっぱり私が一番好きな子はやっぱかわいいって思った。やっぱり、なんか私ね、飯島リリアちゃんがね、もう好きなの。そう、飯島リリアちゃんがめっちゃ好きなんだけど、そう、リリアがマジ大好きすぎるんだけど、なんかいつも会うたびに可愛いねって思っちゃうから、もうこれは結構本格的に好きなのかもしれない。なんかいつも会うたびに可愛いねって。今日も見たよ、可愛かった、めっちゃ。いつも可愛いわ。なんかお話ししたいな、リーリちゃん。リーリちゃん可愛かった。みんな可愛いんだけどね、なんか私みんな好きだけど、なんかその中でも私が大好き、うん、めっちゃ可愛いみんな。前髪がちょっと眉でパッツンの子、かわいいカッパ。なんか普通に自分の前座さ呼びたいとか思ってたけどさ、多分さ
15日だからさ、生誕が多分もう呼べないよね。リリちゃん、リリちゃん呼びたかったな。いつから始まらない？そうね、あったのに、さっきのマネージャーさんに忘れちゃったよな。いつもあったら聞こうって思ってたんだけど、めっちゃ忘れてた。今何時？今の時刻は9時半です。ちょっと終わろうかな。終わりますね。全然いつ始まるの分からない、めっちゃ分かんないけど、もしかしたら私の生誕にはいないのかな。その6期は13日にバックダンサーとか全然出だしたから、多分そこら辺付近かなって思われます。13位、ひさしさんありがとうございます。12位、ハッピーさんありがとうございます。11位、ひでさんありがとうございます。10位、BJ さんありがとうございます。9位、壁長さんありがとうございます。8位、ちゃんとくさんありがとうございます。7位、グフさんありがとうございます。6位、ゴーくんさんありがとうございます。5位、カンさんありがとうございます。4位、ただの魚さんありがとうございます。3位、ステックさんありがとうございます。2位、ポンポンマルさんありがとうございます。1位、しみしみさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さよなら。夜ご飯食べて寝ます。明日は月曜日か。たくさん寝ます。たくさん寝れますように。じゃあね、おやすみ。